はい、リジェクター DQ10 です。これまた、前回に続きまして、自キャラで達人クエストシリーズパート3、これは怒涛の僧侶軍団とウルベア魔人兵強ということで、これは道具は使ってはいけませんということで、以前もケリーさんでね第4霊廟かなんかやったんですけど、メンバーは一緒ですね。うん、で、まあ武器がちょっと、武器と防具は新しくなった人もいますし、なってない人もいるんですけれども、ハルブリさんはなってないですね。ヤシャドコンかなんか使ってますね。今日はセクシーな危ない水着を着ておられますが、ウルベア魔人兵強ということで、まあ基本的にはワイズさんは槍ですから、まあたまに回復をしてということです。まあ他の僧侶さんに回復は任せてですね、攻撃を好き勝手やっていこうと思うんですけども、はい。このウルベア魔人兵も久しぶりに来ましたですね。あんまりオーブとかもやってないので、あんまり達人クエスト自体をですね、あんまりやらないっていうところがあって、まあ、こういう面白そうなやつはやるんですけども、面白そうというか、再現倒せそうなやつはやるんですけどもね、きつい時はもう本当にブルーオーブを集めよう、とかいう、そういうのしかやらないですけど、ただめんどくさくなって途中でやめちゃうっていう、ずっと同じクエスト、何週間も前のやつをずっと置いてるとかですね、そういうことが多々あるんですけども、3匹中2匹が黄色くなっております。あ、もう紺の人たちはもうあれですね、もうなぎ払いですね。でたまにメホマラみたいな感じですよね。まあ、一番回復魔力高いのは陽子さんなんですけど、ただ、槍を持ってますんで若干下がってると思いますが、一つ B が格好になってますね。無人の誤報3ということで、お、一匹倒しまして、これは時間制限はなかったと思うんですけどね、皆さんなかなかストーリーも進まずですね、まあ今日は天の日とあれですね、日曜日が重なりまして、その割にはハルブリさんはソードマカプルをずっと買ってたりとか、白箱狙いでねやったりしてて、まあ8人中5人ぐらいやったですかね、レンダーシアン討伐とかはね。ただ日替わり討伐はほとんどやってないですね。レベル上げたい人がいれば、経験値欲しい人はやるんですけどもね、ということで、まあそんなに今日全部やんなくてもいいんですけど、前も言いましたけど平日がちょっとログインしない日もあるので、やってるって感じですけども、今日はそれプラスこういう達人クエストですね。怒涛の僧侶軍団 VS バーサスウルベア魔人兵強ということで、道具を使うなということなんですが、あと1体ですね、あと1体。ハルベイさんのなんか美脚がいいですね。はい、ということで、倒しました、倒しました、ワイズさんですね、達人クエストを達成ということでございまして、報酬の宝箱も多分もらえたと思うんですが、はい、はい、ワイズさんブインブインありがとう、はい、ワイズさんもブインブインって感じですね、はい、どうもありがとうございました。時間見るの忘れましたが、はい、ということです、はい、どうも失礼します。